ベルリン支店の方に来ております。JCB の貸し切りイベントの方に来ております。今、燃料待ちをしております。でもらえるかもしれないんで、ちょっと行きたいと思います。もちろんギャレですね。行きたいと思います。はい、こちらね、チップとデールのステッカー。ノーチラスギャレーの方で、餃子ドッグの方を、ね、購入しましたんで、ステッカーでもいただきました。これで2枚揃いました。はい、残りの、ね、2枚も、ね揃えていきたいと思います。はい、で3枚目はね、マメダラ君の方でステッカーもらいたいなっていうふうに思います。はい、ということでマメダラ君に到着しました。ということでね、中入って、まあ何か買ってね、ステッカーのゲットしたいと思います。こちら3枚目ですね。スリーピーホワイトショップの方で、買い物しまして、ステッカーゲットしてきました。はい、ステッカーね、3枚ゲットしたんでね、4枚目、ニューヨークエリアの方で
ゲットしていきたいと思います。ということでね、今ねマーメイドラグーンにいたんですけどね、ニューヨークエリアの方に行きたいと思います。人がいないというか、素晴らしい場合。4枚目でニューヨークエリアのステッカーゲットしました。これでね、全種類ですね、コンプリートしました。結構バタバタしたね。並びたいと思います。ファンドビートね、見てきましたね。すごいね、神回と言っていいぐらいの、すごかったね。もうね、デイジーがね、すごい幸せ者でしたわ。もう、グーさんとかにね、お祝いしてもらってね、お誕生日。いや、いいもの見せてもらいました。ということでね、またね、あのプラザ前の方に行って、最後のね、お別れのグリーティングがあるんで、それをね、ちょっと見に行きたいなっていうふうに思います。ご協力ありがとうございます。皆さん、その場で何やってもらって、また来ないようになってもらって。はい、どうもスカイです。今回は1月の9日、10日で東京ディズニーリゾートの方に行ってまいりましたので、そちらでの購入品の紹介をしたいと思います。はい、まず最初に、メディテレーニアンハーバーで購入した、商品がこちらになります。ピザプラネットのポストカードになります。これね、200円なんで、ね、すごくいいと思います。コストパフォーマンスっていうか、200円でこんだけ可愛いし、しかもね、これ定型外でね、送れるんで、おすすめですね。続きまして、アメリカンウォーターフロントエリアで購入したのがこちらになります。35周年の期間限定で売られてます、トミカですね。ディズニーピンクルコレクションの、ストームライダー。こちらをね、買いました。はい。でね、ストームライダーの方ね、箱からね、出してみたいと思います。はい、ストームライダーの箱から出してみました。こんな感じです。こっちにね、ティンクがピクシーパウダーを振りかけてます。かわいいですね。もうちらすギャレーかな。で、そちらの方でジョーダドッグを買った際にこちらのね、ステッカーをもらいました。で、9日に買ったものの最後なんですけど、こちらはね、ロストリバーデルタ、アラビアンコースト、マーメイドラグーンの、対象エリアで、お買い物か、お食事をしたらいただけるステッカーになります。で、買い物をしたんですけど、買ったのがこちらですね。こちらもポストカードですね。で、こちらはグランドフィナーレの、イメージイラストですかね。そちらが書かれたポストカードになります。角度によっては色がついて、
カラーになるって感じかな。そういうね、あのホログラムのデザインになってます。でこちらが1枚380円、おすすめっすねこれも。で、もらったステッカーがこちらです。ミキミーさんでした。かわいいわ。続きまして1月の10日にインした際に買ったものを紹介していきたいと思います。まず買ったのがこちらです。ドンフラッグですね、ハピエストセレブレーショングランドフィナーレのフラッグ、こちらを購入しました。続きまして10日に購入したもの2つ目こちらになります。ノートですね。こちらもハピエストセレブレーショングランドフィナーレ限定のノートですね。こんな感じでね、歴代のねミッキー、アニバーサリーの歴代のミッキーのデザインであったり、まあリボンね、こちらね、いろんな35周年のグッズであったりとか、ヒストリーのデザインであったりとかね、パークの写真、すごくこのチケットのねデザインとかもすごく可愛いですよね。パークチケット、本当にこの一冊で35周年がわかるっていう、そんなノートになってます。そして1月10日インで買った購入品の最後3つ目がこちらになります。こちら、ダックファミリーチョコレートコンペティションの、ポストカード5枚セットクリアホルダー付きになります。クリアホルダーも付いてます。でデザインにチョコクランチも入っててめっちゃ可愛いです。クリアホルダーも付いてるんですごくお買い得だと思います。こちらが750円です。はい、どうもスカイです。はい、ムロイです。ムロイさんです。はい、今日はね、ムロイさんと2人でディズニーランドの方に来てます。はい、今日は、グランドフィナーレの東京ディズニーランドを、バックグラウンドストーリーで、はい、パーク一周をねやっていく、していきたいと思います。はい、はい、植民地海部会の方の松上を描いてきたエリアなんですけども、そこの代表のアトラクションというバックグラウンドに来てます。こちらジャン・ラピンさんという方です。この方ですね、実を言うと、あ、まあ、普通の職業、貿易商の方なんですけど、うん、裏の顔は海賊だったんです。ただ、裏の顔は海賊、表の顔は貿易商です。そうなんです。なんで、こちらはですね、ラストの顔がくれやすい、こちらの方がいっぱい。そうすると、そっちは本当に水。水、これ水ってことですか？そうそうそう。この証拠にほら、後半から。あ、本当だ。水に向ける。すごい、水だ。浮きがあります。そうそうそう、スキッパーズギャル、スキッパーズギャル、ケイさんの動画でも言ったんですけど、もっと逆に副業や。前回ケイさんの時紹介したときなくて分かんなかったね。こちらすごい煙突とかも入ってる。煙突、あ、本当や、これが一緒と。あ、確かに確かに。よく見るとあのジャングルって感じがすごい。すげえ。そこがちょうどこう次にどこ行こうかでパッと見えるときに、なんでもうウォルトがお父さんのことを、はい、願いを込めて。なるほどね。素晴らしいですね、その考えがね。このウェスタンランドってすごく成長期いっぱいいろんなところにあるんですよ。うん、その時代背景に合わせた星の数もなってます。そうなんだ。ありがとうございます。
最後ディズニーランドでここを3日間まで保存するときに、うん、イマジニアの人が交渉にいて、その時に3回目の交渉に行ってた。3回でようやく。出てきたキャラクターの名前が出てきた。あ、そうなんですね。北東野号とか忍者ジョニーとか、はあ、いろんな名前が書いてあるんですけど、こちらですね、もともとコムが映画を見たことある人は分かると思うんですけど、この声ってコムの、まあ簡単に言うとおじさんの仕事場なんです、はい、で、コムはですね、実はピンキムリを手伝ってる。あ、本当だ。そうです、でもピンキムリ6歳からいいやって今友達と遊びに行って、やばいね、釣り行っちゃってるやん。そうですそうなんです。トム・ベッキーは釣りに行っちゃおうって。そうですね、3日に転校してるんですよね。そう、仕事ここまでやってて、いやもうだいぶ放棄してるけどね。そうです味があります、ね、あります。さあ、クリッターカントリー来ましたが、来ましたね、クリッターカントリーさん。続きますね、この足跡が。でもジュースバーだ、すごい、ジュースバー、それを阻止しようっていうのがすごいね。すごいですよね、終わったもんね。面白いね、めっちゃいいこと聞けたわ。聞けましたね、うん、そっか、ほんとだ、めっちゃ可愛い樽の家。家探すめっちゃ面白いっすね。ブレアラビットの家も、はい、中にもあるじゃないですか。うん、うん、それ以外にもあるんですね。あ、すげえ楽しいっすね。でもここの裏は本店ですからね。やってない、リハブだ。このファンタジーランドの中にちょっとだけ異色な建物が、異色な建物がこちらっすかね。こちらですね、はい、モンテッドマスですね。こう行こうとしてじゃないですか、はい、風もこっちに吹いてるんですよ、ね、はい、つまりゲストを屋敷の中にどんどん風で入れようとしてるんですよ。あ、風の力で、ね、もう逃がさないと。へぇ、正面に ありますね。僕たちが入るのって下の方ですよね。そうですよね。あれなんでかっていうと、僕たちあの入り口って使用人、屋敷の使用人の人たちが使ってる業務用の入り口なんですよ。あ、そうなんです。そうですよ、あそこからあの建物中に入ってるんですね。ということはゲストとしては招き入れられてないっていう。その通りです。その通りです。もう僕たちをどうにかこうにか、どうにかこうにかしてやろうっていう系で、その能力が、はい、いや怖いですね。そしてあの2つのグリフ、あ、本当だ、青ひげさんが あ、こう見てる方があれが正面なんで、入り口から見てるのかね、裏側なん、裏側なんですね。クイーン・オブ・ハート、マンケット・ホール、マンケット・ホールとこのキーパーティー、キーパーティー、実は繋がってたんですよ。繋がってる。あ、こちらピノキオの冒険旅行、はい、この横に隣接してます、はい、こちらのキャンディー屋さん、お菓子屋さん、プレジャーアイランドキャンディー、はい、こちらも実はピノキオをモチーフにしてるお店なんですよ。へぇ、なんでここのお菓子食べると皆さんロバになる可能性がある。危ないですね、気をつけましょう。危ないですよ、皆さん。アメリカでピノキオができたのって、はい、1983年の5月なんですよ、うんうんうん、日本って1983年4月15日じゃないですか、はい、なんでできたのは実はこっちの方が早いんですよ。へえ、そうなんだ。日本の実は日本のが世界のパークの中で来てもオリジナルなんです。へえ、グーさんのお家ですね。グーさんのお家ですね。トウモロコシありますね。すごい、
マジか。だからすいますね。はい、この近くに。この近くに。もういる？もういます。ヒントいます。大きくいます。名前も書いてある。顔もいます。すげえ。こちらの会社なんだ。へえ。いやもうめっちゃ楽しい。新しい発見っていう。新しい。いやもうね本当にちょっとやばいっすね。めっちゃ楽しいっすよ。ピートとかめっちゃ自慢したいし。バイバーイ。バイバーイ。トゥーンタウンすごくバックグラウンドストーリーというか、豆知識というか、なんていうんですかね、そのレアスポットがね、すごくあります、ね、ちなみにこの辺って何かあるんですか？あります。あるんですね。はい。てか、やっとここから、え？やっとこのゾーンに来れた。あ、来ました。やっと。やっと来れたって感じです。はい、ありますよ。さあ、ツアーもありますからね。はい。時短を大好きなので。はい。このメンズ揃ったら乗るでしょうと思うじゃないですか。スタートアップお休み中です。そうなんですよね。シーンって今なってますよね。いやー、俺乗りたかったんですよ、スカイさんとスタートアップに。乗りたかったっすね。マニアックに。ねえ、マニアック。この看板よく見てください。はい。なんかに似てませんか？まずないと思います。この形よく見てください。形？はい。ピザプラネル。あ、ちょっと惜しいんですけど、そういうことね。持って、ほら、うん、こういうふうに。あ、確かに確かに。持ち手になってるんですよ。すげえ。うん。そして、そうですね。そうですね。ありがとうございました。チキン、どうですね。チキンとかとかね。シーフード。そうですね。自分の方。はい。見た目一緒っすよね。なんか若干赤みかかってる。そうですね、そうですね。ソフトランディング。あ、おかえりなさい。本当ですね。ありがとうございます。
おかえりなさい、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんばんは。これ買ったの？買いましたよ、買いましたよ。今売ってないでしょ？売ってないです。本日に、10日に買いました。てん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 。惜しかったの。惜しかったの。あ、こんにちは。惜しかったの。大倉さん、私、ちょっと前に C であったの？夏に C で声かけて覚えてます。ここであったんじゃない？取れるじゃなくて、BB の前の。そうそう、BB の前の。あ、大倉さんがいるってこと。覚えてます。なんでなんでって言ったらバレたのかなんか言って。あれがお客さんが入ったすぐのとこだった。あ、そうだ、C やってる人。ブーンって人、いきなりだよ。そうだって、万全シールつけてる。そうそうそう。なのに、選ばれなかったから。選ばれなかった。選ばれ言っちゃ悪いけど。7月の16日。そう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 。16日。当日だから。あ、そうだ。なのに選ばれないし、この後に甥っ子連れてって誕生日の当日に連れてったにもかかわらず、その日も選ばれなかった。甥っ子さんだったのね。そう、甥っ子だったの。あ、そう。いつからなんだろうね。大倉さん、あれいただいていいですか。これやいただいていいですか。いただいていいですか。やったね。やったね。やったね。せーの。やったね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 。バイバイ。Party the stars!
寒いね。できてよかった。でもあの JCB に比べたら全然マシやから。やばかった JCB。 どうしましょうか。ピクサー行きましょうか。あ、そうですね。グリーティングした後にまず整理券もらいましょう。そうですね。そこから水買ったり、ケースに行きたいんです。何時ですか？10時半からもハルプやるのに。そうそう、もう10時半からやる。そう、けど先着するんだけど、ハルプも買って。まあ、また、まあ、また、まあ、また、あ、ガキだくやばいやばいやばい、何やばい、めっちゃコロナされる。もうほんと今日人多いのね。ハルズは見たいですよね。見たいですね。スカイさんのカメラにこんにちは。こんにちは。こんにちは。ケニチャンネルのケイです。すごい、めっちゃ映ってるよ。スカイさん職人の室井さん。マスクいいんですか。あ、いいよいいよ。今日はいいんだね。じゃあジャックジャック、ね、ジャックジャック行きます。ジャックジャック行きましょうか。1時間ぐらいしか経ってないのに充実感半端ないですね。うんちょこちょこちょこピッ、うんちょこちょこピッ。ネタが分かんないけどね。やばいやけ。フレンズフォーエーバーすごい楽しい野郎会。なん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 、冷たいバルス見ていきましょう。どうも、居酒屋見てる。髪皿になってしまったミゲルズ。あ、髪皿じゃないか、メニューね、こま。ちなみに、真面目にケイさんが語ってます。乙女ですね。え、なんで？ケイさん花好きやもんね。あの、花好きというよりは、僕どうして花映ってるかっていうと、四季がわかるからね。そう、四季がわかるのと、うん、はい、テーマパークでアトラクションとかキャラグリとか紹介だけじゃないよってものを紹介したいから、うん、こうやってハッピーストミッキースポットも紹介してるけど、最後メモリーメーカー使わなくなったっていう。確かに。ほんまや。まずこれかな。オッケー。さあ、それでは行きましょう。カードオープン。はい、決まりました。イエローチームのリーダーはブルザイ、レッドチームのリーダーはスカイさん。横サイドの方が見やすくない？まずグリーンチームのリーダーは。インクレディブルも好きだな。結構面白い。これですればシャイニングなメンバー。みんな、いかはいかない。スーパーヒーローエクササイズに意識を集中するんだ。この格好失敗。あ、じゃあ寒かった。多分夜は持たないね。夜はちょっと。行きましょう。でもこのトレーナーさ、これも今日再販じゃなかった？トレーナー。あ、そうか。そう、売り切れてたのそれ。トレーナー。トレーナー。意外やな。僕の好きな色があります。リドで。プロポーズするんだったらやっぱリドかな。男っていいね。確かに。スカイさんもカメラ回してるんですか。こんにちは。こんにちは。今ケイさんと付き合ってさんのカメラさんと室井さんと通カメで動いてるよ。めっちゃ美味しい。最高。寒いからホットラインがすごく身に染みて美味しいです。隠れミッキー。あ、本当だ、隠れミッキーだ。2万マイルの並ばないとか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 。これ実を言うと、天気がいいときって反射して光がミッキーになったの。へぇ、使おうかなとかって思ったりも。あー、そう。あら、先にネタバレしちゃったかしら。久しぶりの稽古よ。あのね、視聴者さんにね、本当にお姉、ね、ってよく言われるんだよね。ケイさん本当にお姉ですか。いや違うよってちゃんと否定はしてるけど。ケイちゃんお姉じゃん。いつから気づいたの。ケイコちゃん22つ目の人格が出ちゃったかしら。なわけないだろ。なわけないだろ。なわけないだろ。だってグッズ紹介ジェシー、ジェシーだけど。全然本当ずるいんだよ。
ピンとかデザートも多かったもん。ああ確かに。そう。この西だからですよ。ああ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとう。いっぱい食べてね。いっぱい食べて。お金どうですか。ミキはムービーなんだけど、いい。じゃあ行くよ、全体で行きます。じゃあ用意スタート。かわいい、ありがとう。かっこいいよ。ありがとう。もう一回だけどかっこいい。じゃあかっこいいプルートをください。用意スタート。かわいい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。かわいい。なんかだけ動画もらってごめんね、それじゃ。はい、どうもスカイです。今回は2月の1日、2日でディズニーリゾートの方に行ってきましたので、こちらの購入品の方を紹介したいと思います。今回は、こちらパーク内の店内で普通に買い物したのと合わせて、ディズニーリゾートの公式アプリの方でパーク内で買い物してみました。はい、ということでね、オンラインショッピングの方でね、購入したものとパーク内のショップで買ってきたものを合わせまして、こちらの方にね出しております。はい、こんな感じで今回はまあまあってとこかな、買ったのは。ということで例のごとく、一個一個ね、ご紹介の方していきたいと思います。6つ目の購入品はこちらになります。こちらもねグランドフィナーレのグッズになるんですけど、こちら缶バッジですね。こちらメインアートの缶バッジを購入してきました。こちらは1個310円になります。7個目の購入品はこちらになります。こちらもグランドフィナーレのポストカードセットになります。こちらのポストカードセット1個3800円ですね。税込み3800円になります。実際のハッピエストミッキースポットのものとは異なります。ポージングであったり、使ってる小道具なんかも若干違います。そのあたりはご了承いただきたいです。ビークルコレクションですね。ディズニービークルコレクションのジョリートロリー、こちらをね購入しました。めちゃめちゃ可愛いですね。カラーリングがねすごい可愛い。すごい、この中のベンチなんかもすごい再現されてて、めっちゃ可愛いですね。当然まあ再現性高いっすね。11個目の購入品はこちらになります。ナノブロック、東京ディズニーシーの方のブロックだけじゃなくて、本当にレゴとかね、ペーパーナノなんかもねすごく好きで、普段からねやったりしてるんですけど、今回はねやっぱりランドを買ったらシーも買わないとってことで、シーも買いました。16個目の購入品がこちらになります。こちらもねディズニービークルコレクションのドゥームバギーホーンテッドマンションですね。こちらの方を購入しました。ちょっとね今更感があるんですけど、販売当初はね本当に売り切れ続出っていう感じで、すごい人気の商品だったんですけど、ちょっとね今となって購入しております。すごいねマニア心をくすぐる、一品になっております。ではね開封して見ていきたいと思います。はい、ドゥーバギーの方ね開封してみました。こんな感じになります。はい、1台目とね2台目とデザインの方がね違います。違うゴーストが乗ってます。バーセーフティーバーも動きます。こんな感じで、本当にね遊び心があるトミカだと思いますのでね、こちら2台セットで1700円なので、すごくおすすめですね。めっちゃ可愛いです。飲み物もダメ、タバコもダメですよ。
ラッシュ撮影もダメ、驚いちゃうからね。サンキューみんな。さあ、子供も大人もみんな一緒に、おーい、フラッシュって大きな声で呼びましょう。せーの、最高、最高だ。それたくさん人がいるぜ。みんなこんにちは。それお前たち最高だぜ。おいおい、ちょっと待ってくれ。ウミガメのやつとちゃんと知らないやつを真ん中の後ろで見つけたぞ。ガイドさん、はい、前から3列目からこっちの通路があれば黒い甲羅のそこの男性だそうさ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前はなんていうんだい。阿部です。阿部、渋い名前じゃないか。俺が最高男性だって言ったら、阿部は両方の日で高く上げてうおーって元気よく言うんだ。ニヤニヤしてる場合じゃないぜ。準備はいいか。阿部最高だぜ。やるじゃないか。おお、すげえ。よっしゃ、おいしょ、びっくりしたぜ。ありがとう。よし、今度はそうだな。こっちの一番前のさ、真ん中の通路から2番目のお嬢ちゃん話しようしようぜ。そうそう、いやー、こんにちは。あー、ありがとう。名前は何て言うんだ。光で合ってる。おー、よろしくな。なあ、光、今日さ、どこから来たんだ。広島すげー。知らないけど、その広島っていうところからさ、今日は誰と一緒に来たんだ。おお、家族のみんなで来たんだな。よーし、じゃあお父さん、お母さん、どうだ、いただきたいぜ、おしゃべくれ。一緒に来たお父さん、お母さん。うそ、やばい、クラッシュだったね。よーし、皆さん、それでは佐藤さん、男性の話してみようかな。こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだ。阿部です。久しぶりじゃん。すごい、奇跡や。すげえ。こんな人間たくさん人に、まさか奇跡が起きる。そうかそうか、阿部は光のままだったんだな。それではさ、阿部に聞いてもいいかい。リボンついてる靴とか可愛すぎるやろ。ミニーちゃんじっくり見たことないけど、あんな靴リボンついてなかった。ついてへん、海外だって。よーほほほほ。すごい。
はい、どうもスカイです。今回はこちらです。こちら、ディズニーグッズの収納方法を、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、まずはいつも動画編集しているパソコン周りのね、ディズニーグッズの、ディスプレイの方法を紹介していきたいと思います。まずちょっと全体で見ていきたいと思います。こんな感じでね、パソコン周りディスプレイしております。編集してる机なんですけど、机の上の天板がね結構広くて、そこをねうちは結構有効活用しております。フィギュアリンですね、こういうものも、まあこれはケースに入れずに置いてるんですけど、まあ、こんな感じで細かいものを置いたりしてますね。で、後ろはこちらもケースに入った小物類なんですけど、まあ小さなフィギュアとかですね、基本的には。あとはまあ、動画にもしてるんですけど、ペーパーナノシリーズですね、はい、こちらなどを、まあ、ケースに入れて置いております。まあ、積み重ねてね、壁を作ると割とね綺麗に見えるんですよね。100均のものでも結構おすすめです。はい、はい、そして、皆さんがね結構生配信とかでもすごく絶賛してくれてたこの縫い場のぬいぐるみバッジのねディスプレイ方法ですね。そちらの方をご紹介したいと思います。ビニールの布、ビニールの布を、まあ、100均とかでも売ってるんで、買ってきまして、それを吊るします。こういうクリップも100均で売ってるんで、このちょっとおしゃれなクリップですね、これを100均で買ってきまして、突っ張り棒に引っ掛けてこう垂らしてる感じですね。透明のビニールの布を、でその透明の布にもう直接刺すって感じですね、バッジを。はい、まあ、それをこうずらーっとずらーっとこうね綺麗につけていくと、まあ、こんな感じに完成するって感じで、はい、はい、続きまして寝室の方にねぬいぐるみを保管してますんで、そちらの保管方法とディスプレイの方法を紹介していきたいと思います。で、全体的に見るとこんな感じ で一応ねその窓があるところを、まあ、1段として、2段3段と、作ってねぬいぐるみを飾っております。まあ、ここだけ使うのじゃちょっともったいないってことで、その上の空間ですね、この上の空間、天井までの空間にこれもまた突っ張り棒を2本ずつ入れまして、その上にこの棚板っすね、この棚板も100均で売ってるんで、この棚板をここにも並べてこういう感じで棚を作っております。帽子とか、まあ、こちらツムツムですね、ツムツムとか、まあ、この辺はまあ可愛い子たちをミックスで集めております。はい、推しもいます。はい、はい、3番目はこんな感じでね、クマたちですね、ダッフィーとか、見えるかな、シリーメイとか、パフィーとかホイップとかで、まあジェラさんですね、はい、ジェラさんたち、クマたちをここにね飾っております。はい、こちらね廊下なんですけど、廊下の方にねもともと電話とかをね置くちょっとしたスペースがあったんですけど、ここがねこの一段 この棚だけで、あと全部ねこの天井まで何もなかったんですよ。でこれはちょっともったいないと思って、ここに、ホームセンターで 2x4 の、木材とこちら、ディアウォールですね、ディアウォールを購入してきて、棚をねこんな感じで作っちゃいました。はい、まあディズニー系の
DVD とかですね、はい、映像関係音楽関係を保管したり、まあ置ききれないフィギュアとかね、この辺りに置いたりとかしております。まあうちは本当にスペースの有効活用かつ、お金をかけないっていう感じでやっております。ぜひ参考になれば嬉しい限りです。